初めて降りたかもしれん。へえ、めっちゃのどかなやね。いいね。すげえ静かな場所。また洒落たトイレがあって、どうなってんのこれ。あ、ここやね。ここね、桜がね咲くときってめちゃくちゃ綺麗なんよ。宿川公園かな。ここがね桜通りになるんよね。桜の並木がすごい綺麗な一本道になるんよ。何も緑しか見えてないけど、川流れてんのかな。もうセミが超嫌いでね、バリビビった。あ、川流れてる。ええやん、ええ場所やな。カラスや。やるか。遊ぼうぜ。一緒に遊ぶか。いいやん。なんか阪神電車のこういう高架下ってめちゃくちゃ好きやねんけどね。昔ってなんかこういう高架下に公園とかあって、ようそこで遊んでた記憶があるんよ。だからねめちゃくちゃね落ち着くんよね、こういう高架見たら。これめっちゃかっこよくない？これ。そうやな、まあ天井、まあけどいいやん、めっちゃよくない？これ。かっこえ。なかなか良くない？マジで。まあ広さ的にも、まあ椅子に1個2個ぐらい置くぐらいだったら十分ちゃうかなと思うし、まあ大きさ的には何ら問題ないとは思います。今度ちょっと中を見せてもらいに行こうかな。かっこいいやん。で、ここが有名な西宮神社。さっきの物件見たところからちょっと歩いたら、かの有名な西宮神社があるんよ。あの福男の走るやつ、あれで有名な西宮神社。今年のエベッサーの時に来た以来かな。うん、せやせや。今年の正月にここで唐揚げ食って入れ歯がぶっ壊れたんやったっけ。確か。せやせや。そう考えるとまだ半年ぐらいしか経ってへんのか。いやー、いいね、やっぱり落ち着くね、こういう静かな空間は。
あんまりこうやってなんかゆっくり見るっていうこともそんなにないから、結構みんなっていうか急ぎ足で回ることの方が多いからええね、ええですな。うん、またお世話になるかもしれませんその時はよろしくお願いします。あ、なんかやるんか、やりはるんかな。いつもあの中まで行けんねんけど、今日は行かれへんねん。僕再選は1年に1回って決めてるんでいや冗談っすけど、今ちょっともう手が塞がってるんで、気持ちだけでごめんなさい。うん、あれが甘酒とかあるんかな。そうそう、甘酒とかをそのエベッサの時に飲んだりとか、初詣の時に飲んだりとかするんよ。立派やね。マジっすか。タバコ吸っていいんすか。すいません、遠慮なくいただきます。ええわ。ええわな。セミの声を聞きながら。オアシスや。オアシスや。いや、心が現れたよ。潔い気持ちになったね。暑すぎる。うまっ。よう歩いたわ。マジで。痩せてまうやろ。痩せへんか。あれすんめ。っていうかさ。っていうかあんまり意識してなかったんけど、このアイスとかめっちゃ高なってない？ 173 円ぐらいしてんけど、ちょっと前まで110円とか120円で買えてなかった。これしれーっとやっぱり高なってんね。困っちゃうわ。じゃあちょっとこれから節約生活していこうとそう思います。ありがとうございました。ね。
中症には気をつけてください。ちゃんとアイス食べましょうね。